はい、皆さんこんにちは。ネスト福知山の外科です。今日の公民の授業は、少子高齢化と財政的な課題について、少し解説をしたいと思います。言うはやすしなんですけど、具体的な解決策ということになると非常に深刻な重い問題になってますけど、医療保険にしても社会保障制度っていうのは基本的には、働いている現役世代が、お年寄りのために、ね、現役引退されたような人たちのために、順繰りで支えていくようなそういう、制度になっています。で、制度が始まった時は若者の人口が多く、それに比べて、高齢者の人口が比較的少なかったものですから余裕で回せたわけ。ところが少子高齢化になってきたもので、高齢化に伴って高齢者の方の生活を支えるため年金などの支払い支出がどんどん増えていく。これは当たり前のことなんですね。一方少子化ということで、高齢者を支える少子化、子ども世代、現役世代がどんどん減っていきます。で、現役世代1人当たりが1人で、何人のお年寄りを支えるのか、いうようなそういう、計算でもね、相当厳しい状態になっています。昔なら、戦後間もなくの制度が始まった頃なら7、8人とか10人近い人数で1人を支えてたぐらいな余裕があったんですけど、今はもう3、4人で1人ぐらいを支えてるようなぐらいに、そしてもうすぐ2、3人で1人を支える、ひょっとしたら、1人で1人を支えるとこまではいかないみたいですけど、人口がどんなふうに動くかね、わからない部分もありますので、いずれにせよ収支のバランスがとても悪くなってるんです。悪くなってるんです。なので、40歳からみんな入ってくださいということで、介護保険制度というのが始まりましたし、後期高齢者医療制度ということで75歳以上の人の、診察診療には、ちょっと、その下の世代よりも、たくさんの負担をしてもらうということも始まりました。ですがまだまだそれでは収支のバランスをトントンにするところまではいってません。なんとかやりくりできるお金を工面するために消費税が増税 8% から 10% へ、一番最近では増税されたんですけれども、それでもなお、まだ状況をよくできるというほどにはなってないんですね。それでもなお、問題は解決していないということなので、じゃあ今後どうなっていくんだとかどうするんだというようなそういうような、心配の声が上がっています、今の体制を支えていくには消費税をさらにアップすることが必要ではないだろうかというようなことも現実的にはあるんですが、果たしてそれが国民の理解を得られるのかどうかというあたりもね、なかなか難しいんじゃないかなというふうには思います、ただまあ今のところまだなんとか十分に持ちこたえることはできそうだというふうに、説明はされていますので、まずは、誰もがお年寄りになるんだとなった時に困らない、備えをしておく方が賢いんだというような賢明な行動を取ってほしいと思うんですけど、それでもね、それでも
さらなる負担、現役世代のさらなる負担というのはおそらく、追加されてくるんじゃないかなというふうにも思います。ただ、現役世代の時にはそういうことで困っても、結局は現役を引退したら、ね、今のところ現役世代の間に負担した分のまあトントンぐらいが返ってくるぐらいな計算にはなっていますので、まあ日本で老後を過ごすとか、いざという時の備えが日本にはあるということで、一定の安心感を、ね、持っててもらったらいいんですが、同時にうーんなかなか根の深い深刻な悩みも、ね、急には解決できないけど、そういう問題も抱えているということを知っておいてください。今日の話は以上で終わりです。ありがとうございました。